月トークをやるからさ、その時に、なんか、ドッキリやりたいよね。YouTube と言ったら、ドッキリやりたいよね。ノーデリーっていうのはやっぱりつまんないからね。全国的に有名なのは三谷さんノーパンっていうのが有名でしょ。それで結構大抵選手もみんなノーパンが当たり前みたいな。山田の時ちょっとしたことあるけど、うん、全然ダメだったので、多分山田さん誰もが1回はやってるよ、ね、でも本当15年ぶりぐらいだからまだ変わってる可能性もある。とりあえずあそ合わないっていうのはね、やってみたっていう。はい、皆さんこんにちは、松崎大です。今回の企画は、ノーパンで卓球してみたをやっていきます。卓球界で、昔結構ノーパン流行ってて、ノーパンに卓球するのが流行ってたというかどうだろう、流行ってはない。でミテイさんが結構話題になった。そう、ミテイさんが多分今でもノーパンで、それでテレビとかで言って話題になってたと思うんですけど、僕も山田の時、山田の人結構やってるイメージがあったんですけど、うん、僕は1回試したぐらいで全然やったことないんで、今になって1回やってみようかなと思って、はい、今回その撮影をします。いや、まあ、ただノーパンで卓球練習をするだけなんですけど、ご覧ください。しょ、はい、よし、よ、普通に打つの、うん、こっち、うん、適当に、適当にもうやろう。どんな感じかレビューするから。俺もボクサーパンツ派だから。角度そのままでいい、角度そのままでいい。よし、フラフラするな。やばい、やばくなしかない。おい揺れる、揺れる揺れる揺れる。それ以外は大丈夫、うん、揺れる。
ワンチャン来期から望んだら。バフィなんか待ってマジで、ちょっと待って、中に行ったからケンタさん痛いタイム暑いから今痛いになってきたあれどうしたんですか、大丈夫、痛い撮影は撮影撮影もう検証したっしょえ、結果はどうなったの、検証結果、結果スースーするでいいですか、結果スースーっていう、熱くなって、うん、痛い。